薩摩川内市を流れる川内川は、長さ、流域面積ともに県内トップクラスの一級河川です。公園もあり、市民の憩いの場となる河川敷に新たな施設が出来上がりました。こんにちは。こんにちは。タオさんでしょうか。はい、タオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はイベントが開かれているんですね。はい、そうなんです。こちらの施設が倉庫カカカといいまして、その中で毎週日曜日にウィークエンドコミューンという形でイベントをしているんですけれども、正式にはここは4月にオープンする予定なんですけれども、事前のプレイベントという形で今日は開催しております。その中で田尾さんはどのような役割をされてるんですか。僕はこの倉庫カカカを立ち上げて、でこのウィークエンドコミューンのプロデュースをさせていただいております。薩摩川内市出身の田尾雄介さん、美術大学を卒業後、設計会社でデザイン業務や街づくりを行う会社で企画運営などに携わった田尾さんは5年前に U ターン。現在は川内川で人との交流を生み、町を変えるをテーマにした倉庫カカカの代表を務めています。このイベント会場が倉庫じゃないですか。もともとはどういうところだったんですか。もともとはですね、これはレガッタハウスといいまして、ボートをしまう倉庫だったんですね。昨年ですね、同じ機能を持たせた倉庫がすぐ近くに建ったんですけれども、なのでこの倉庫自体はもう眠らせる倉庫の予定だったので、ここでいろんな、そのいわゆる町づくりみたいな拠点として使いたいんですけどって相談をさせてもらって、でそこからいろんなやり取りをして、どうにか借りることができるようになりました。使われなくなった倉庫をリノベーションするために、ネット上で資金を調達するクラウドファンディングを呼びかけ、目標金額の150万円を超える170万円が集まりました。その倉庫に出店する店にも田尾さんのこだわりがあります。ここにはですね、こう薩摩川内市を盛り上げたいと思ってらっしゃる方とか、もともと違うお仕事されていて、またそれとは違う新しいことにチャレンジされたい方とかですね、いろんな方がチャレンジをする場所になってます。食べ物やアクセサリーの販売、マッサージやワークショップを体験できるサービスなど、幅広い世代の来場者が楽しめるイベントになっています。4月から本格的にスタートするこのプロジェクトを立ち上げたのは、 U ターンをした時に周囲から聞こえた薩摩川内市への声がきっかけでした。最近どう、何して遊んでるのって聞いた時に、いやもう仙台つまんないよ、何もないよっていうのがパッと返ってきたんですよね。あ、自分が暮らしてる街なのにそれすごくもったいないなと思って、何もないよじゃなくて、僕は何もないから何かできそうだなっていうふうに思いましたね。こんだけ街の中心部に川内川って大きい川が流れてるのに、それって何もフューチャーされないんだ、フォーカスされてないんだっていうのがすごくなんか引っかかるものがありまして、何かしらこの川内川を巻き込んで街づくりに役立てたいなっていうふうには感じましたね。川内川が流れる町に可能性を感じた田尾さんは、年に1回この河川敷でリバーフロントマルシェというイベントの運営に携わりました。多くの出店者と来場者が集まるイベントになりましたが、同時に課題も感じていました。マルシェが終わった次の日以降、この河川敷見てみたらどうなってるかっていうと、やっぱりすっからかんな、誰もいない河川敷っていうのが変わらずな状況であるんですよね。だからやっぱりイベントってなってしまうと、すごく一過性になってしまうってことが、回数やった中で気づいたことかなと思います。やっぱり僕としては日常的に河川敷に来るっていう行為を自ら行うっていう風に人になってもらいたいなと思っていて、気持ちを変えるためのなんか行動を起こす必要があるかなというふうに思いますね。そこでまた新たにスタートさせたものが、そうですね、今回の、はい、倉庫カカカで、だから年に1回だったものをもう毎週やっていくことで、もうここに来ることがもっとこう当たり前になってほしいなと、日常的にこの川内市にある川内川っていうのが
自分たちの生活圏内にあるんだよっていう風になってもらえたらなというふうな思いになってますね。僕はあくまでこの場をセットする役割として、あとはもうここに来てくださる皆様でこの街をどうしていきたいかをこう、まあ、導き出していってほしいなという 思いでいます。この倉庫を通して河川敷に集う人たちの思いが変わること、それが田尾さんの狙いでもあります。始まったばかりのプロジェクトですが、倉庫に関わる人も期待を寄せています。今日お絵かけしてたね、どうだった？面白かった。上手だったね。子供連れでも来れるので、まあ、それはすごいいいかなと思います。遠出とかしなくて済むのでいいと思います。はい、自分が作ったものをこうやって販売する場所というのが普通はなかなかないので、こういった場所が提供していただけると非常に助かりと思います。仙台に人に来ていただいたりとかですね、あの仙台の人たちが遊びに来れる場所に仙台側がなればいいなと思います。町の中にある当たり前の風景、その魅力を再発見するための場所になるように、本格的に田尾さんの活動は動き出していきます。この施設に来られる方とか出展される方と一緒にこうこれから成長していって、でこの仙台川流域とか、あのこの辺の一帯だったりとか、あの町があのもっと良くなるように、みんなでそういった環境を作っていきたいなというふうに思います。これからも応援しています。頑張ってください。頑張るぞ。